しよう。これで、はい、おしまい。どれを作ろうか。今な、料理人にとってフライパンは魂だから、使った後はピッカピカのビッカビ。ほうほう、商売道具、魂か。そう、このフライパン一番大事なフライパンっていうと、一番使いやすいとか。いや、あ、ああ、そう、そんなある。うんうん。そこでし、それでし、その時に店、お店と一緒に。じゃあそのフライパンはお師匠さんに認められた証なんですね。そういうこった。このフライパンを、うわこれは私も負けてられないね。よし、帰って調合の勉強しようかな。いつか師匠やお母さんに認められて立派な錬金術師になれるようにね。さあ、毎度あり、毎度あり、毎度あり、毎度、毎度。また来て。行き先はあっと。はっ、はっ、ん、今のはミミさんの声。はあ、ミミさん。お、汗びっしょり。ごめんなさいね、槍の修行をしてたものだから。へえ、お疲れ様です。あ、そうだ、あのミミさん、強さの秘訣って何ですか？強さの秘訣？はい、
私、今よりも強くなりたくて。なるほど。そうね。修行することじゃない？すごいシンプルだった。いや、そりゃそうでしょう。何もせずに強くなるはずないでしょ。とにかく鍛えて鍛えて自分を磨き上げること。なるほど。ただがむしゃらに頑張るしかないのか。多分がむしゃらに頑張ってもダメよ。何のために強くなるのかを考えなくちゃ。強くなって何のために修行をするのかね。じゃあミミさんは？私は、そうね、トトリのためかしら。あの子って昔から無鉄砲なのよ。目的のためにはどんな無茶もしちゃう。あの子が無茶を、私は強くなりたいの。へえ、トトリさんのために。ええ、まあ冒険者として名を上げたいっていうのもあるんだけど。トトリには絶対言うんじゃないわよ。分かってるわね？もちろんですよ。本当かしら？ちょっと不安。まあいいわ。とにかく強くなる秘訣は以上。何かのために修行を重ねることね。まあ、ミミさん、はい、ありがとうございます。どこに行こっかな。ここに入るんだな。ここにはよく来るんだよね。なんか神秘的なものを感じる。Ah!